スコットはアメリカ合衆国の元北米プロバスケットボールリーグ NBA の選手。現役引退後はバスケットボールの指導者となる。選手時代は1980年代のロサンゼルスレイカーズに所属し、一世を風靡したショータイムバスケットの一員として活躍した。2008年には最優秀コーチ賞を受賞した。 アリゾナ州立大学でプレーした後、1983年の NBA ドラフトにて、サンディエゴクリッパーズ一巡目4位指名を受けるが、直後にノーム・ニクソンとの交換で、ロサンゼルス・レイカーズにトレードされた。スコットはこのレイカーズで、3つのチャンピオン・リングと共に1992から93シーズンまでの10シーズンを過ごすことになる。スコットは、 ルーキーイヤーとなった1983から84シーズンから先発に抜擢され平均10.6得点の成績を残しオールルーキーファーストチームに選ばれた2年目にはシューターとしての能力を発揮するようになりスリーポイントシュート成功率43.4%は見事にリーグ1位にランクされ平均15得点以上を稼ぎ出す有力な スコアラーに成長した。当時のレイカーズは、カリーム・アブドゥル・ジャバー、マジック・ジョンソン、ジェームス・ウォージーラスター選手を擁し、黄金時代を迎えていた。レイカーズは、ショータイムバスケットと称した、華やかな速攻を中心としたオフェンスを展開し、リーグを席巻。スコットもシューター、あるいは速攻の一番手をかける選手として、重要な役割を果たし、 カリームのリバウンドからマジックのパスを受けて、スコットのスリーポイントシュート、あるいはダンクというラインは、レイカーズの重要な得点パターンの一つだった。またスコットは優秀なディフェンダーでもあり、攻守両面でチームに貢献していた。スコット2年目の1984から85シーズン、レイカーズはファイナルで因縁のライバルチームボストン、セルティックスを破り、 優勝を果たす。スコットは早くも一つ目のチャンピオンリングを手に入れた。1986から87シーズンでも、レイカーズはセルティックスを破り、スコットは二つ目のチャンピオンリングを手に入れる。そして翌1987から88シーズンに、スコットは、キャリア初、そして唯一となる、平均20得点を突破する、平均21.7得点を記録。 これは、ウォージーやマジックらを抑えた、チーム杯の成績だった。レイカーズはファイナルで、セルティックスの代わりに新たに対等してきた、デトロイトピストンズを下し、連覇を果たした。スコットが手に入れた、チャンピオンリングは3つとなった。以後のスコットは、ウォージー、マジックに次ぐ、チーム3番目のスコアラーとして活躍。レイカーズも以前として、リーグ有数の強豪だったが、 新たに台頭したピストンズ、フェニックス・サインズ、そしてシカゴ・ブルーズに阻まれ、優勝からは遠ざかった。1990年代に入り30歳を超えたスコットは成績が次第に加工し始めた。そしてレイカーズもカリーム、マジックら中心選手が次々と引退し、ショータイムは終焉の時を迎えた。 そして、スコットも10シーズンプレーしてきたレイカーズを離れ、1993年にインディアナ・ペイサーズに移籍することになった。ペイサーズでは優勝経験の豊富なベテランとしての役割が求められ、レジー・ミラーの控えとしてプレーした。ペイサーズでは2シーズンプレーし、1995年には新たに創設されたバンクーバー・グリズリーズに移籍した。 創設1年目のグリズリーズではキャリアで初めてプレーオフ不出場を経験した。グリズリーズで1シーズンだけプレーした後、スコットは3シーズンぶりに古巣のロサンゼルスレイカーズに復帰する。スコット不在の間にレイカーズは大物センターシャキール・オニールを獲得し再建に成功していた。またスコットがレイカーズに復帰した時、コービー・ブライアントはルーキーだった。 スコットは平均6.7得点を記録したこの1996から97シーズンを最後に NBA から退くことになった NBA キャリア通算成績は1073試合に出場平均14.3得点2.8リバウンド2.5アシスト1.1スティール FG 成功率48.2% スリーポイントシュート成功率37.0%フリースロー成功率83.3%スコットはパナシナイコス BC で選手生活の最後を締めくくった35歳のスコットは NBA からは引退したが現役選手としては引退せずスコットはヨーロッパにプレーの場を求め1997年に ギリシャ A1 バスケットボールリーグの名門パナシナイコス BC と契約。スコットはパナシナイコスで1シーズンしかプレイしなかったが、36歳のスコットはパナシナイコスに大きな足跡を残す。1997から98シーズン、スコットは平均18.3得点3.1リバウンド2.2アシストの好成績を記録し、 チームをリーグのプレイオフ決勝に導いた。決勝ではポックテッサロニキニと対戦。テッサロキニキニは後に NBA のスター選手となるペジャストヤコビッチが所属していた。スコットはこの名シューターを高ディフェンスで苦しめシリーズ最終戦の第5戦ではフィールドゴール成功数3本に抑え自らは23得点を記録した。パナシナイコスは 優勝を果たし、スコットは、ファイナル MVP を獲得した。スコットは、選手キャリアの最後を、優秀の美で締めくくった。レギュラーシーズンプレイオフスコットのコーチキャリアは1998年、サクラメントキングスのアシスタントコーチから始まった。スコットは、シューティング専門のコーチとして、チームのスリーポイントシュート成功率の向上に、貢献した。 2000年にスコットはニュージャージーネッツのヘッドコーチに抜擢される。ヘッドコーチデビューとなった2000から01シーズンは故障者が多かったこともあり26勝56敗と振るわなかった。しかしオフにネッツは重要なトレードを行う。それはステフォン・マーブリーとジェイソン・キッドのトレードだった。マーブリーの代わりに得たキッドはネッツを全く別の。 チームに作り変えてしまった。翌2001から02シーズン、ネッツは大躍進を遂げ、52勝30敗と勝ち星を前、シーズンから倍に伸ばした。プレーオフでも、快進撃は続き、ファイナルにまで進出。対戦相手は、スコットの古巣、ロサンゼルスレイカーズだった。シャキール・オニールとコービー・ブライアントのコンビは、スコットのチームを粉砕してしまい、 ネッツは4戦全敗で敗退した。翌2002から03シーズンもファイナルに進出したが、今度はサンアントニオスパーズの前に敗れた。スコットとキッドはネッツを強豪チームに育て上げたが、二人の仲は決して良好とは言えず、試合中にスコットが指示したことをキッドが拒否することもあった。そして2003から04シーズン、チームは、 序盤から安定感を描き、また、キッドとの不仲が公に報じられるようになり、試合中のタイムアウト中に、キッドとつかみ合いの喧嘩をする寸前まで発展するなど、両者の関係は悪化していた。結局、スコットはシーズン中にヘッドコーチから解任された。2005年、スコットはニューオーリンズホーネッツのヘッドコーチに就任した。当時ホーネッツは低迷中だったが、 スコットのヘッドコーチ就任、そして2005年の m b a ドラフトでクリス・ポールを指名したことで状況は好転し始めた。ヘッドコーチとしての1年目のシーズン開幕前にニューオーリンズを襲ったハリケーンカトリーナの影響でチームはオクラホマシティを1シーズン本拠地とした。スコットがホーネッツを指揮して2年目の2006から07シーズンチームはかつてスコットが ギリシャ時代に対戦し、またキングスのアシスタントコーチ時代には、ところ属選手としてコーチしたペジャストヤコビッチを獲得するなど、プレイオフ進出を目指して大幅な補強を行った。しかしストヤコビッチはシーズンの大半を欠場し、他にも故障者が続出したことからチームは、勝率5割をわずかに割り、プレイオフ進出はならなかった。しかし、 翌2007から08シーズン万全の体制で臨んだホーネッツは大躍進を果たし56勝26敗の成績でチーム史上初めて地区優勝を飾ったスコットは初めて NBA オールスターゲームのウェストチームをヘッドコーチとして指揮しさらに NBA 最優秀コーチ賞に輝いた2009から2010シーズンの開幕ダッシュに失敗しスコットは シーズン序盤で解任された。2010年、クリーブランドキャバリアーズのヘッドコーチに就任。スーパースターであるレブロン・ジェームズが抜けたチームの再建を託された。しかしチームを再建させることができず、2013年オフに解任された。2014年7月、ロサンゼルス・レイカーズのヘッドコーチに就任した。しかし、1年目は21勝61敗。 2年目の2015から16、シーズンも17勝65敗に終わり、同シーズン終了後に解任された。2017年8月6日、スコットは、コーチの仕事から退き、ESPN の解説者に専念すると表明した。直立不動のヘッドコーチとして知られる。NBA のコーチの中には、試合中に大きな声や、 身振り手振りで選手に指示をする者も,も多いが、スコットは腕組みをしたまま科目に試合の行方を見守る。またチームに優秀な司令塔がいるためか、選手任せとの声も聞かれ、タイムアウトでの戦術的な指示はアシスタントコーチに任せ、自身は知った激励だけするというスタイルである。もっとも、スコットのコーチングスタイルは、レイカーズ時代の恩師であり、 起用法をめぐって確執があったというパッドライリーのスタイルとそっくりだと揶揄されている。バスケットボールレファレンス。ありがとうございます。